全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。はじめまして、中地です。今、青根キャンプ場というところなんですけども、今、撮影が終わったところになります。ちょっと初めてなので緊張してますが、キャンプ場初めてのところでちょっとキャンプ場紹介をしたいなと思いまして、それでは行ってきましょう。すごい初めて来て思ったの、本当にすごい広いところだなっていうのがあって、僕たちは電源サイトがあるところで取材をさせていただいたんですけど、他にもオートキャンプ場だったりだとか、フリーサイトがあるとのことなので、ちょっといろいろ回っていこうかなと思います。いいですね。ここは癒しの湯、キャンプ場で温泉あるのすごいいいですね。なんか匂いとか焚き火の匂いでちょっとあーってなっちゃうんですけど、温泉入れば気持ちいいってリフレッシュになりますもんね。これすごいいいところですね。天然温泉だそうです。中地はキャンプは、はい、あ、僕はそうですね、年に何回かは行くんですけど、暇さえあればキャンプに行くかなっていうところですね。で、ちょっと注意してもらいたいところ、ここダムがすぐそこにあるので、水放出するときは、こう赤いランプがつきますってなると、すぐ逃げてくださいってことなので、そこだけ注意してもらえればいいのかなとは思うので、やっぱり水が一番怖いですからね。よく言うのは膝から上になったらもうどうにもできないっていうのがあったりするんで、水が一番怖いと思うんで、そこはやっぱり命を落としたらアウトドア意味がないので、楽しくやるにはしっかりルールを守りましょう。ちなみにその時はインストラクターというか、あ、そうですね、僕もちょっと学生の頃からキャンプがすごい好きで、キャンプインストラクターを取得しまして、あとゼミとかもそういうアウトドアのゼミを入っていたりだとかして、今はキャンプインストラクターの段階でいうと1個上のディレクターを取得しようかなと励んでおります。じゃあインストラクターがするとそういう浜辺というか、はい、水の近くはちょっと気をつけないといけない。そうですね、もう楽しむには生きて帰るってことが一番です。そうですね、こっちがキャンプ場になっていて、あっちがリバーサイドっていう、サイトの方になっているような形ですね。で、奥にも電源サイトがあったりだとか、本当にすごく広くて、お子さんとかご家族ですごい楽しめるキャンプ場かなとは思いますね。で、ここでこのキャンプ場だと、ここに列ができるような形で受付を済ませてから入場していくっていうような形になってますね。あれが受付です。で、売店にもなって薪とかも販売してるんで、ここで受付をしてから入場するっていうような形ですね。で、ここが、これだけやっぱり看板もあるぐらい大きいところなので、バンガローが結構あったりもするので、初めてのキャンプする方にもすごいおすすめなところかなと思います。いきなりテントっていうと抵抗があるかもしれない人もいるので、バンガローに泊まるっていうのはすごいいいかなと思いますね。すごいですね、やっぱりこれだけ大きい岩があるってことは水が流れてきてるってことなんで、ここまで来るんですもんね。釣りもしてる人もいますね。何か釣れるんですかね。これだけお子様とかがやっぱり水遊びもできるところなので、夏場とかもすごいもっと盛り上がるんじゃないですかね。今はもう梅雨時期なので、ちょっとまだ肌寒いかなとはあるんですけど、これだけ、あれも山から溢れてる天然水ですね。すごいいいですね、本当自然豊かなところになってるんで。中で出演2回目、あ、そうですね、東京クラフト初出演、めちゃくちゃ緊張して、話すことがなさすぎて、30秒ぐらいの出演でしたが、徐々に慣れていけばなと思います。反響はありますか？反響は、今のところありません。家族もありません。クリーンサイトで、バンガローが主にメインになったりはします。トイレの数もすごい多いので、すごいそれもいいところかなとは思いますね。
まあ、グループ学生さんたちとかグループでもこういうところで楽しめるんじゃないかなと思いますね。お子様とかの体験コーナーみたいな形でもできるかなと。すごい水道も多いし環境はすごくいいですね。窯もありますね。ピザ焼けますね。あれでピザもありますね。おお、だいぶ使ってますね。あ、ちゃんとピザのポルトカ本格化ですねそうです。ここがフリーサイトなんですかね。そうですね、ここも川沿いで夜寝るときに川のせせらぎを聞きながら寝るのもすごいいいかなと思います。これは味のある遊具ですね。やっぱり小さなお子さんはこういうのも喜びますからね。この上がここがムーンサイトになるんですかね。先ほど取材をさせていただいた電源があるサイトですね。まあ、ここがムーンサイト、まあ、予約サイトという形で、まあ、あの予約がないところでずっと並ばないといけないとかはないかなというところで、まあ、電源サイトなのでご家族で携帯とか、まあ、いろんなものが必需品になると思うので、まあ、そういうのもですね、まあ、お子様とかいるご家族もやっぱり心配なく使えるかなっていうのはいいかなと思います。家にあるものをそのまま持ってきても使えるっていう形でもいいかなと思うので、ポータブル電源買おうって言っても結構高い、いきなり出費になっちゃうのでやっぱそこはいいかなと思いますね。はい、じゃあ一応最初の入り口の方に戻ってきました。で、一応あっちにあるのがリバーサイドサイトっていうところで、まあ本当に川の横に、テントを張って楽しむようなサイトがあるような形です。で、奥の方ですね。で、手前の方は大きいバンガロー30畳とかすごい大きな、まあ、団体さんとかに向けた、まあ、バンガローとかを予約できるようなところになってまして、あとは薪とかそういった備品を貸し出しするところもあるような形になってます。まあ、本当に最初入った時、まあ、あの入り口から来た時からわすごいキャンプ場だなっていうのがあって、まあ、あの道し道へ走ってる時から上からちょっと見えたりしてて、あ、このキャンプ場なんだっていうところで、まあ、すごい大きくてファミリーにも向けですし、まあ、初心者の方でもすごいいいかなと思いますね。もう本当に設備がすごい整ってる場所になるのですごいおすすめのキャンプ場です。まあ、森林とかいうよりもちゃんともう設備を整えたキャンプしてくださいっていうような、さ あとはもう道具も多分レンタルもあるような形になると思うので、まあ、そういったちょっと今年から始めてみようかなっていうキャンパーさん、まあ、キャンパーさんになるきっかけにもなる、沼にはまるきっかけになるキャンプ場になるかもしれないですね。そうですね、30分ぐらいなので、はい、都内からでもアクセスがすごいいいかなと思います。で、いろんな、全部のなんとかサイト、リバーサイドサイトとかでも全部車で移動ができるので、それもすごいいいところかなと思いますね。もうちょっと駐車場から歩くとかだとすごい不便なところもあるので、全部車で移動できますっていう形になってます。はい、じゃあこれからも総集編中地、声だけじゃなくてこうやって前に出てくる場合もございますので、温かい目で見守ってください以上、中地でした。